最近ね、出した動画でボクシング、僕2泊3日のね合宿をしてきたんですけど、徳島県の方で素敵な環境でね、練習をしまして、そして、その合宿の最後に、あ、見てくれましたか？あ、そう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 、コメントしてくれてる人いますね。ボクシングの試合に出ることになりました。しかもそれが12日後、8月30日、8月30日ですね。なのでちょっと結構迫ってるんですけど、ぜひ見てもらえたら嬉しいなというふうに思います。で、8月30日はですね、小比類巻さんのエグゼクティブファイトというものに出場させていただくんですけど、基本的にはそれはキックの大会だけど、そのスペシャルマッチとして僕はボクシングで出場させていただくので、ぜひ僕がボクシングどれぐらい上手くなったのかっていうのも含めて、そして試合に勝てるのかどうかっていうのも含めてね、見てもらえたらなというふうに思います。自信のほどはというコメントがありますが、負ける気で試合に臨む人なんていないんで、はい、自信しかないですね。ではそのね自信が果たして吉と出るか凶と出るかというか、自信が凶と出ることはないんですけど、その自信がちゃんと実現ね、具現化されるのか楽しみにしててください。じゃあ早速始めていきますか。